サザンオールスターズら周年アーティストの特集も、番組 MC は安住紳一郎アナが担当。6月28日20時から TBS にて、CDTV クォート18上半期 SP エンタメまとめ総決算が放送される。3時間にわたってオンエアされるこの番組は、今年で25周年を迎えた CDTV が2018年上半期に世間を賑わい、出たエンタメトピックを総決算し、話題の出来事や今聴いておくべき音楽を紹介する新感覚音楽情報番組。番組 MC は TBS の安住紳一をアナウンサーが務める。安住紳一郎アナウンサーコメント。今年25周年を迎えた CDTV から201、8年上半期エンタメ情報をまとめた新感覚音楽情報番組をお届けします。様々な世代の情報や音楽を取り上げていきますので、私も知らないことがあると慕ういますが、番組をご覧の皆様と共に楽しんでお送りできますよう頑張ります。 CTBS 主な番組内容。西城秀樹、今年5月16日に亡くなった西城秀樹。その後、オリコンのデジタルシングルランキングで、ブルースカイブルー、Y.O.U.N.G.M.Y.M.C.A. など5曲がトップ50にランクイン。さらに2010年に発売されたベストアルバムがで、イリーアルバムランキングで1位を獲得した。番組では、西城秀樹伝説と数々の名曲をまとめて VTR で紹介する。キング&プリンス、キング、グガ、団子3兄弟、カトゥーン、リアルベースに次ぐ歴代3位、ジャニーズでは歴代2位に輝いた。そんなキング、CE をクローズアップする。ユーロビート昨年大ヒットした荻野目洋子のダンシングヒーロー、そして今、ダサかっこいいと話題沸騰のダパンプの USA. 実はどちらの曲も、かつてブームになったユーロビート。さらに現在、パラパラに再燃の流れが来ている。番組では、再び盛り上がりの兆しを見せる、ユーロビートを特集。10、大の若者に教えたい、日本ユーロビート史を VTR でオンエアする。米津玄師2018年上半期、CDTV ランキングで1位を獲得。さらに5曲が軒並みランクイン。これは25年の CDTV 史上初の快挙だ。番組ではそんな米津玄師の人気の秘密に迫る。周年アーティスト、今年は記念の年を迎えるアーテのイベント、リリース、ライブが相次いでいる。30周年のビーズは展覧会を、40周年のサザンオールスターズはデビュー日の6月25日にライブを行う。そこで、周年アーティストのミリオン超えの名曲をまとめた VTR を一挙放送。上半期大調査、中学生が今、最も聴いているアーティストは、だ。た、今年2月に、ニューヨークタイムズが、女性は13歳、男性は14歳の時に聴いていた曲が最も重要な影響を与える、と報じ話題となった。そこで番組では、中学生を追、
等にアンケートを実施。今、中学生が最も聴いているアーティストは誰なのかを調査する。さらに、10代、20代に絶大な人気を誇るアーティストも登場。もうオタク文化じゃない、最近のアニメライブの実態大人気アニメ、ラブライブ、サンシャインに登場する9人組女性アイドルグループ、アクオス。若者をはじめ、絶大な人気を誇る彼女たちのライブに潜入取材を敢行する。番組情報 TBS、CDTV クオート18上半期 SP エンタメまとめ総決算0628木曜日20時チルダ MC、安住紳一郎、TBS アナウンサー、解説アナウン。さあ、江藤愛、TBS アナウンサー、伊藤楓、TBS アナウンサー、CDTV、番組サイト http://www.tbs.co.jp、CDTV